皆さんおはようございます。小野坂昌也のニューヤング TV 始まりますよ。あれどこだ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 、どうしたの小西くん。いやもういつもね、スタジオで狭い会議室みたいなのでずっと収録してるじゃないですか。もう息が詰まりますね、そろそろね、なんか広い倉庫みたいなところで撮影がしたい。小西くん、はい、今日は倉庫で撮影です。本当ですか小野坂さん、倉庫で撮影できるっす。やるのはええけど顔を殴るのはもうなんかあれか、もう年取りすぎて遠近感もうぼやけてるか、見えへん。この年になって顔を思いっきり殴られるとは思わんかったわ。さあ小西くん、はい、今日はですね、なんとクレーンゲームの、えクレーンゲーム、クレーンゲームの倉庫に来ています。すごい、そんな倉庫があるんですか。クレーン倉庫です。クレーン倉庫っていうのがあるんですか。そうですね。クレーンゲームやります、小西くん。クレーンゲームはちょっと恥ずかしくて。そうね、ゲームセンターとかだと、みんなが周りで見てるじゃないですか、だからね、恥ずかしくてちょっとできない、あいつ取れないんだと思われたりとかするのが嫌で、だからもうインターネットとかで、クレーンゲームできたらいいなと思うわけですよね。小西くん、はい、あります、あります。これやろ小西くん、あります。実際物が置かれてるとこに来るっていうのはもうないことですからね。そうですね、それを今日は見せていただこうと。うわ、どんな感じなんですか、ちょっと楽しみですね。こんな感じだと思いますよ。いや、ちゃうやん。え、なになに。クレーンゲームはもう知ってるから。あ、そう、やったことありますかって話したやん、さっきゲームセンターどうとかって言うて。あれ、やったことある。ん、恥ずかしいよね。さあ、ということでね、そろそろ今日はね、本当にハピドラムを叩いてください。ヨン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 チューボンヨ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 ン TV 始まります。さあ、小西くん来てます。俺が来てますということで、はい、どんな風になってるか見ていきましょうよ。はい、実際その場所に来たわけですね。こんな感じですよ。これあれなんですね、はいはい、こっちからとやっぱりこっちから見れるようになってるんですね。そうやね、だからアームがこう動くからってことだよね、あ、しかもほら小西くん、いつものあるやつがないでしょ。こうガラスや、はい、こうね、必要ないですから、子供来ないですから。じゃあこのこここれ、でも今日はこうやってももらう。いや、その直接安定して飛ぶ。これさ、ここにあったやん、ほんでこうなってこうなるじゃないですか。で、一人の人こうなって、はい、こうなった場合ね、落ちてないけど、はい、次の人がすぐ入っちゃったらどうすんの。これ直しに来る人っているんですか、置き直す人とかって。置き直しいたしません。だチャンスがあったら、チャンスがあったらもう、うおえーってなるね。もう今やって言ってやれるってことよ ね。だからこれすごいね。うつる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 。いや、だから貸し切り合いって、これラジコンまた後よ。え、これ何のラジコン。イタリアンスピードマスターって書いてる。車やな。これ2個取ってレースしようよ。あ、小西くん、ハンドル型の。お、ほんまや、ハンドル型のこれ、コントローラー、ラジコンいいです。あ、え、嘘でしょ。これなんやこれ。これどうやってんの。いや、すごいや。え、え、これどうすんの。え、これどう取んの。どう取んのそれ。そういうの。どこをどう取んのこれ。これアームのここを持つんじゃん。ああ、こうすんのじゃん。取れた。取れた。取れました。お掃除ロボット。最近はこういうのも置いてるんですね。ねえ、すごい。大人がやるのが多いってことじゃないですか。割と重いからしっかりしたやつよ。嘘だ、ほら。これをこう、こう
これでいいかな。これだから後でやるためにちょっとずらしとこうかな。後でやるためにってね。まあこれぐらいやったらね、取れやすいよね。うん、こういうのは取ってたけどさ、あ、ちょっと待って、これ設定もいろいろあるやん。ほんまや。これちょっと待って。平行じゃなくて台形になってる下の棒が。これホームセンターで売ってる突っ張り棒やん。あ、もう店の人やん。あれ見て見てみ。なになに？これ。あ、見たことあるやつがある。嘘でしょ？これ見てくださいよ。ほら。ニューヤング TV のクッションやん。これわざわざこのためにほら、あ、トレバとコラボ。コラボってことか。あ、だから今日ここにおんねんね。こういうの作ってくれたんよね。これええやん。すごっ。これまた難しいやつやな。難しいね。これを引くってこと。これ邪魔や。え、どういうこと。これをこう、あ、いや、それ小西君それは無理だよ。これはだからこう角度をつけるために置いたんだよ。そういうことか、うん。ニューヤング TV もあるということで ね、トレバさんだと。じゃあやってみましょうか。そうですね、実際にどういう風になるのか、はい、うん、ね、どれありますか。どれがいいかな。いっぱいありますけど、俺あのそれやったら僕そこを取りに行きます、これで。じゃあまず近場の方がいい。どこでもいいですよ。小野坂さんが欲しいやつ。欲しいもんでいいんですか、うん、じゃあ満腹ラーメンメーカーが欲しい。わかりました、じゃあそこ行きますね。満腹ラーメンメーカー、どこかな。満腹ラーメンメーカーはどこかな。あったー、これだー。これだ、これをどうやったらいいの。早くやってください。いや、分かってますよ。もうこっちは待ってます。分かってますよ、この台をプレイだ。早く、もう取ってんだから今これ。じゃあいきますよ。あ、動いた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 。すげえすげえすげえ、めっちゃ動いてます。小野坂さん、はいはい、じゃあ奥に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 行こう。そうですそうです。あー、いいんじゃない。あー、下手くそだな。ええ、わかるやん、隣のな、箱にアームが当たるって。お、ええねええね、もうちょい外でもよかったかな。その加減がね。お、ええんちゃう、これはいいんちゃう、これいいんちゃう、ほらこれいいんちゃう。お、お、おー、バッ、あー惜しい。くそがよ。これ取れそうで取れなかったの、あれ盛り上がるね。さあ、じゃあ行きましょう。いいよ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 、俺の分も置いといてね。もうちょい外ちゃうかな。それがじゃあ後でやったら分かる。いや、これどうやるって取るのが一番ええやろ、こういうの。ここやろ、ここやって。よっしゃ、これも取ったで、絶対。これええんちゃう？取れたでしょ。取れたでしょ。あー、惜しい。小野坂さん、はい、じゃあ今回特別ですよ。はい。あ、手出てきた。手出てきた。お、お、あ、ずらしてくれてはる、手が。今回特別、今回特別ですよ、小野坂さん。うわ、神様ありがとう。もう普段はこんなことやってません。小野坂さんが満足するために、やそのためだけに。満足度高いな。喋ってる間に動かすのやめや、お前。今回だけですよ、ここや。ただの下手くそですかね、取れなかったら。もうこれは取れた、絶対取れた。よっしゃ。え。下手くそやな。もう一回だけいいですか。わかりました、もう一回だけ。今回だけですよ、うん、もう一回だけ。特別ですよ。もう特別ですよ、これ。もしくはそれは。ちょっと見てみて。もう今回だけですよ、これ取れなかったらただの下手くそですからね。わかりました、はい、もう絶対取ります。普段はやりません、こういうことは。絶対取ります、みんな平等ですから。よっしゃ、これは取れたで。よかったね、あれ動かさんかったらええ感じやったと思うよ。そうなんだ、うん、慣れてきたよ慣れてきたよ。ここまで慣れてくんのも大したもんやで俺、うん、ここか。よっしゃ、これは来たやろ。わあ、落ちた。落ちました。なんか神の手が。あ、え、嘘、
小西君、はい、そこに下に落ちたら景品を獲得しましたって出るね、これ。そう、センサーがあるみたい。神の手使ったのにこれで宅配便でこう届けてくれるわけですよね。これで、はあ、すごいですね、そうやって送ってくれるっていうのが、ね、さあ、取れてないから戻しますよ。すごいね、僕はそうだな、はい、何する？そしたら、うん、ラジコンにするか。お、どのラジコン？ね、車のラジコン。車、行きます、うん、車はどれかな、この台をプレイ。あ、これですね、車。あ、これ難しそうだ、車。じゃあやってください、お願いします。はい、行きますよ。うん、お、動きましたよ。うまい。お、こうなるんや。これは難しいな。これで、あ、奥に動きました。どうなるかな。これでどう。これで、お、入りましたよ。これエンちゃう、これ。あ、来た来た、ジュンフェ。うわー、惜しい。ブフワー、画面見てた、惜しい。いろんなことをこう計算して話すからね、うん、じゃあいきます。行って。もう俺これ無言でやりそうなやつやな。あ、これおい、ここやね。お前ちょ、邪魔やぞ、おい。ここ、お前邪魔やぞ、お前全然見えへんから。お前、おい、邪魔やぞ。ここやねおい、ここどけ、そこ、ここ、ここ、どけ、おい、ここ。もうほんと56歳の後頭部見たないんで。ここ、ここにいないよ、おいおいあー、残念。お前はせやんか、全然、これ全然アームが、こんなん取れるか。アームがいってないわ。ここやな。もう奥側が良かったみたいよ。こんなもんじゃない。うん、あー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 、入った。もうちょっと奥側。いやいや、入った入った入った。いける、ギリギリ入ったんすよ。あー、いたいた。おえい、あ、戻すの。あ、あおお。それ、小西君、ライトが光るって書いてある、これ。邪魔や、言うてる、映画ライトが光る。おっさん邪魔やの。おっさん、こう入りそうやで、画面の中に。もう何もない画面にしてあ、また通ったよ、小西君。落ちろ惜しい、惜しかった。こんなことあんの。神様、もう一度トレバーをやるのじゃ。神様の声が聞こえる。もう一度トレバーをやるのじゃ。神様の声、神様、ええ感じのところにやるのじゃ。神様、箱をなんとか。いや、このままやってごらんなさい。神様、なんとか箱を。神様、助けて、神様。なんか、うわ、すごい、わ、すごい、アームがすごい。それで掴むんだ。奇跡が起きている。俺の目には奇跡が映っている。やったー、取れたんじゃ。 RC イタリアンスピードマスターゲットだぜ。やったー、やりました、ありがとうございます。こういう風になって神様、ね、じゃあちょっと戻してください。それ、それ、あの、ズルしたんで戻してください。じゃあ、小坂さん、はい、あの、まあ、それぞれ遊んだんでね、はい、ちょっと、あの、ニューヤング TV のグッズ行きましょうよ。あそこ行きましょう。これ、大坂さん、帰りましょう。帰る？うん。どうしたんですか？なんか、手が映ってます。え、手が映っている？どういうこと？ちょっと手離してもらっていいですか？カメラから。ちゃちゃん。いや、チラ見ですね。お、チラ見、チラ見でできるかな。ちょっと待ってよ。チラ見でスタートしてみるか。チャンス、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 チャンスタイム、チャンスタイム。あれ、チャンスタイム。あれ。お、動いた動いた。お、結構開くんやな。取ってくれ、取ってくれ、取ってくれ、取ってくれ。惜しい。あ、でも動く動く。動くね。結構動く。あんまりこう。なんだろう、あ、もう横にずらせないから奥のやつやった方がいいんじゃない。あ、奥のやつって、あ、これこっち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 、遠近感が大事だけど、グーが教えてくれてますね。こっち側のやつ、こっち側のやつがいいんじゃない。遠近感がすごい、全然分からへんのやわ。テレレッテテン。僕はね、遠近感すげえ分かりますね、これ。いや、それはそこで見てるからね。じゃ、ここで見てるつもりにならない。ああ、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 あ
あ、いいんじゃない、いいんじゃない、いい、横になった、横になった。これで取りやすくなった。これで取れるよね。いや、でもすごい、これちゃんとこういう風に作動するの、ちょっと見えないな小西くん、ちょっと見えない。え、なんすか。ちょっと見えないんだな。ちょっと僕見えてます。ちょっと見え、あ、行き過ぎたな。ちょっと見えないんだな小西くん。下手くせえな、あの人。クレーンゲームやったことあんのかな。ちょっと待って、ちょっとあの、ちょっと介入しないでもらえます。介入。デレデデオン。ここでしょ。はいはいはい、いいよいいよいいよ。こ、来たでしょ、来たでしょ。俺、わら、よしよしよし。お、え、あー、ゲットゲット。あ、取れた。あ、小野坂正也のニューヤング TV クッションってもう出てる字が。ゲット。すごい、やった。僕、取りました。あれ。さあ、コネクション、コネシ君。じゃあ、コネシ君、コネシ君、コネシ君。あー、惜しい。え、もうやってんの。ちょっと待って。惜しい。コネシ君、今度取りますよ。いや、今ね、アームでガッチリね、掴んで浮くみたいな、空中に。なんで白持ちになってんの。上まで上げて。あ、いやー、さっきと同じ感覚でやっちゃった。違う違う、そうじゃない。あ、でも、ええかも。そうじゃ、え、ええよ、これね、上に上がるけど。おお、これ難しいよ、これ、こっから難しいよ。あ、取りました。ありがとうございます、ゲットしました。はい、おめでとうございます。はい、ということで小西くん、はい、ね、今日はトレバに来てね、クレーンゲームやりましたけどね、はい、こちら取れたわけですね、はい、これを取るとですね、なんとですね、抽選で、はい、5名の方に50名やなんで顔色を伺いながら、うん、5名の方にって言った50人、50人、抽選で50名の方に、これ取れた方、取れた方ね、50名の方に、なんと我々のサイン色紙が、真っ白なサイン色紙サイン色紙もコンビニで買えばいいよ、そんなの。だってこれから小西くん、うん、撮影終わって50枚書くんですよ。これにサインしてくださいおサインしてください。そんな大きい書いたら俺書かれへんからいや、そういう感覚ないんかいな。グッ TV かける取ればひどいな、はい、小西くんちゃんと書いた。もう先輩がこんなに使うから、はい、こんだけしかないわけ。あとこのタイトルの書き方ね、ひどない。このような素敵なね、このようなひどいサイン色紙が、うん、なんと50枚も当たると思いますからね。ますね、あ、ちゃんと書きますからこれ、うん、あ、本当にこれはね、ひどい、はい、にしてもこれはひどいからね、はい、ということでね、今日ドルバに来てみましたけども、はい、これはあれですね、知ってたらやってしまいますね。そうですね、うん、こういう風になってるんですけどね、ね、これはなんかあの状況を見てからやるとまた違った感じになるかもね、うん、そうかもしれないですね、まあ、これね、我々のね、このコラボの、ね、クッションありますんで、ぜひとも作ったのでね、これ撮ってくださいね、はい、皆さんよろしくお願いいたします。どうせ50人ぐらいしかやらないだろうからね。全員に当たるってことね。ほぼ全員に当たるってことね。やん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 、チューバー、やん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 、TV。明日もお仕事頑張ってね。バイバイ。にゃーってなってたまた。大丈夫、にゃーヤングで。話してるとにゃーヤングって書いてもらうんだよ。集中して、小西くん。お、なんか機械から飛んできたみたいな。